今回は中間テストや期末テストで80点を取るポイントを話していくんですが、流れとして全科目共通して言えるポイントを話した後に各教科のポイントを話していく流れになります。多少動画長くなる可能性があるのでチャプター下切ってますんで、なのでみんなにとって必要な情報だけぜひ見るようにしてください。では早速始めていきましょう。改めましてどうも、大地です。まず全教科共通したポイントなんですけど、用意するものは3つです。何かっていうと、教科書、そして学校指定のワーク、で、授業でプリント使う方だったらその授業プリント。この3つがあれば80点は取れます。ただ、学校指定のワークがない科目たまにあるんですよね。その場合は本屋さんとかで、教科書準拠のワークを買ってきましょう。で、教科書準拠って何かっていうと、まあ、教科書に準拠した内容。皆さん、例えば中学校の数学とか教科書見てもらうと、多分東京書籍か経林館使ってる方が多いかと思います。それは教科書会社です。で、教科書準拠っていうのは、教科書の流れに沿った内容になってると。つまり、経林館には経林館用のワーク。東京書籍は東京書籍用のワークがあるんです。それをみんな教科書ね、会社見てもらって、その合わせて買ってくる。それを準備してもらえば OK。それが準備できたら、あとは教科書に載ってる問題、ワークの問題、プリントの問題。それができるようになったら、絶対80点は超えます。じゃあどうやるかってとこがポイントになるんですが、まずワークはもう2週、3週と複数週します。1週やったらもう OK なことはない。やっぱりやっててできないものは出てくるので、それをちゃんと潰していく、ちゃんとできるようにしていけば、どん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 得点は上がります。で、やっていく時のポイントが、みんな問題集ワークやるじゃないですか。やっててさあ、楽勝な問題もあれば、できたっぽいんだけどちょっとヒント見たなとか怪しかったなって問題、あとはもう全然ね、こう歯が立たなかった問題が出てくるわけです。どこの復習が必要って、下2つですよね。楽勝だったものは後でやっても楽勝なんです。それは2週目3週目やる必要はない。だから1週目2週目3週目やる問題はどんどん減っていきます。だって楽勝が増えるんだから。それが反復なんです。これは全教科共通して言えること。あとワークを使う時の注意点があって、よく教科書をね、パーパラパラってちょっと確認して、でワークをやる方がいるんですが、先にワークを見て持ってきてください。っていうのも、ワーク、教科書準拠のワークとか学校指定のワークっていうのは、左上か右上にこのページは教科書の何ページに対応してますっていうのが載ってます。つまりワークの今この部分をやろうと思ったら、このワークをやるためにこの教科書のページが必要なんです。だからこっち、ワークを確認してから載ってる教科書に戻って、そこにある重要な単語、公式、問題をやる。それができるようになったらワークに戻っといて、ワークが先に主役です。ワークをやるために教科書を使う。この流れ。だからワークを確認して、教科書をマスターして、ワークをやるって。これは全科目。これも同じね。共通してやるようにしてください。最後に個人的に思ってる小さなポイントなんですけど、中間期末って誰が作ってるって、みんなの授業してる先生が作ってんのよ。業者じゃないからね。先生が作ってる。だから、テスト勉強何したらいいんかなとか、どうしようかなって悩んだ時は、誰に聞けばいいって、先生に聞くのが一番早いよ。例えば国語の勉強しようと思って、何したらいいんかな、どうしよっかなって思ったら、先生どうやって勉強したらいいんですかねって、頑張って次80点取りたいんですよって言ったら、何も言ってくれない先生もいるけど、いるけど、もしかしたらヒント言ってくれるかもしんないじゃん。だから分かんない時には、悩んだ時には先生を頼るっていうのも一個の手なので、それも覚えておいてください。まずは国語から。国語のポイントは4つあって、漢字は早め、本文覚える、文法頼る、そして秘密アイテムです。中間期末はほぼ確実に漢字が出ます。しかもそこそこの得点配分で出る。自分が担当してた先生、生徒のね、先生は、だいたい20点。書き問題20、あ、ごめん、10、読み問題10が出てくるのね。ただね、範囲が広いのよ。で、広いから、よく生徒に言ってたのは、先生に、漢字、早めにやりたいから、どこら辺やったらいいか教えてくださいって。だいたいさ、国語の教科書のさ、まとまった漢字ページから出されるのよね。だから、どの辺ですか？お願いしますって言うと、まあ、この辺やっとけって言ってくれるから、早めにやる。漢字は後にしない。マジで、ね、辛い。いろんな科目やんなきゃいけなくて、わーってなってる時に漢字が入ってくると時間取られるんで、漢字はもうテスト勉強をもう前倒しに、早めに先にやってしまうといいです。で、本文覚えるは、基本的にね、国語のテストって授業でやった本文が出てくるわけよ。つまり、前もって内容知っとんのよね。だからそれもうちゃんとやって、もう覚えちゃって。
こういう文章でこういう内容だったなって、それを覚えてしまう。で、しかも授業中に先生がさ、そのポイントやってるじゃん。ここでなんとかくんの心情はって、こういうこと思ってやったんだぞみたいな、全部言ってくれてるから、あ、この辺出るなとか、こういうこと聞かれんだろうなって、先生が授業中に説明したところ、力を、時間をかけて力を入れてやったところを出してくるから、もう本文先に知っとんだから覚えとこうぜっていう。だから必ず本文は覚えてから臨むようにしてください。次に文法は頼るなんですけど、例えば品詞の問題とか、まあ、文法の問題あるじゃないですか。で、あれってワークとか教科書に多少問題載ってるんですけど、結構少ないんですよね。で、それがテスト範囲に入ってたワークのページ書いてあってさ、文法が入ってるって分かった時に、あ、これだけだと心配だなって思ったら先生に頼っちゃうといい。先生、文法のこの品詞のところもっと勉強したいんですけど、なんかプリントないですかって、持ってるから結構で、結構コピーしてくれたりするから、だからそれもらってくるといい。絶対問題を演習した方がいい。だもちろん書店で本やあとワーク買ってきてもいいんだけど、先生が持ってる問題をゲットしてやった方が同じの出るかもしれないから、それもあるわ。ラッサラッキーパンチだけど、なので問題数を追う必要があるので、先生をぜひ頼るようにしてください。最後に秘密アイテムなんですが、さっきそのね、教科書、問題集、授業プリントでいいって言ったんですが、ここに関してはできれば教科書ガイドを持っておくといいです。教科書ガイド、その名の通り教科書のガイドです。つまり教科書に載ってるその本文の内容とか、ここがポイントですよって、ここの心情よく聞かれますよっていうのが載ってるんですよ。で、授業で、まあ、先生とね、相性が合ってればいいんですけど、ここの先生の相性が合ってないと思われる方、よくわからんでしょ。何がポイントだったんってなりやすいでしょ。ガイド見てみ。ポイントめちゃめちゃわかりやすいから。なので、国語に関しては教科書ガイドを持っておくと、そのテスト範囲のね、その問題のとこに、あ、これがポイントなんだって、そのまま出ることもあるぐらいだから。なので、ガイドを使って本文の内容、本文を覚えるときに、あ、こういうの出題されやすいんだな、ここがポイントなんだなって思いながら本文の内容を覚える必要があるので、ぜひ、余裕がある方というか、買える方はガイドもぜひ買ってみてください。続いては数学。数学は授業プリント使う先生あんまいないかと思うんで、基本的にはもう教科書とワーク、それをきっちりやってたらもう絶対って言っていいほど80超えるから、もうそれだけでいいです。でもそれだけだとちょっとつまらないので、ちょっとだけポイント足していきます。で、何かっていうと、数学のワークの特徴って、よく A 問題、B 問題、C 問題、もしくは基礎問題、応用問題、発展問題みたいな感じで、今日学校で配られるワークが3レベルに分かれていることが結構あるんですね。そのワークの中の C 問題、もしくは発展問題、一番難しいレベルの問題ね、これに関しては粘らなくていいです。もちろん捨てるとは言わないです。できそうだったらできるようにしてほしいんですが、結構ね、えげつないレベルのものってたまにあるんですよ。で、それをできるようにしなきゃと思って粘っちゃう。で、時間取られるし、時間かけたのに定着率が低くてあんまできなかったりするパターンもある。だったらさ、そこにかけているエネルギーと時間を A 問題とか B 問題の定着するパワーに持ってった方が効率がいいんだよね。だから発展とか C 問題に関しては捨てるというか、ちょっと後にしようって、間に合わなかったらまあいいかなっていう選択肢もありなんだと思いながら計画を立ててみてください。ちなみに勉強する順番としては、もちろんワークを見てから教科書に戻る、それは変わらないんですけど、そのここをやろうと思ったら、教科書に載ってるその例題の下に問いって載ってるじゃん。その問いが最初です。問いを先にやってください。で、問いはなんでやりやすいかっていうと、上に例題があるから、やり方載ってんだもん。だから例題を見ながらでもいいから問いをできるようにする。で、それができるようになったらワークの A 問題に行ってください。で、そのまま B 問題もできることがあるんだけども、B 問題ちょっと難しそうだなと思ったら教科書に戻って、ちょっと難しい問題が載ってる。だからまとめ問題とかあるからさ、そこをやってもらった上で B 問題みたいな感じ。だから順番としては教科書の例題を見ながら問いをやって、それができるようになったらワークの問題に行くっていう流れがいいです。もしかしたら今の時代、みんなの時はもう変わってるかもしれないんだけど、学校指定のワーク、数学って結構書き込まなきゃいけないパターンが多いと思うんですよね。書き込んじゃうとさ、2回目3回目できないんだよね。隠そうと思ってもさ、ちょっと見えたりするじゃん。そのちょっと見えたのってヒントだから、定着率下がっちゃうのよ。なので、例えば解いてて問題見るじゃん。あ、これ全然もうね、解き方が思いつく。もう楽勝だから。それは書き込んでいい。でも問題見た時に、ちょっと怪しいかもとか、あとあと復習必要そうだなと思う問題だけ別のノートとかルーズリーフにやるといい。もちろんワークテイストあるだろうから、あとあとはやるんだよ。でも繰り返すときにさ、そこ空いてたらさ、その後でやんなきゃいけないものってのも分かりやすいので、その書き込むか書き込まないかっていうのはちょっと工夫しながらやるといいです。次は英語。英語は英単語やって本文覚えましょう。
例えば今回のテスト範囲がプログラム2からプログラム3って書いてあったら、まずはその2から3に載ってるその部分の新しい英単語を覚えましょう。もちろん英単語、英語っていうのは前からの積み重ねだから、前の分かんない単語もやる必要は確かにあるけど間に合わない、テスト勉強だから。ひとまずはそこの範囲に載ってる新しい単語、いい？それの意味が分かる状態、そして単語は必ず書ける状態まで持っていく。いいかい？日本語から英語、英語から日本語、両方できるようにしておきましょう。そして英語も国語と同じで、テストで出てくる本文先に知ってるから。だってプログラム2とプログラム3から出るって言ってんだから、そこの本文出てくるから。だからまずは英語で載ってる本文の日本語の意味をまず覚えます。覚える。でその先、この一歩先が大変なんだけども、日本語からその英語の本文が書ける状態まで持っていきましょう。それはしんどいと思う方いると思います。でもね、それを覚えてたら本文の穴埋めとか全部できるよ。日本語書く問題も、この日本語のところを英語にしましょうも全部できる。だからもう本文を覚えるっていうところがめちゃめちゃアドになるの、テスト、定期テストの英語の勉強においてはね。その中に入ってる熟語とかも全部できるようになっちゃうので、英単語をやった後に大変だけど、でもこれがすごい特効薬になるから、英語の本文の意味を覚えた上で、意味から英文を書けるようにするってところまでぜひ持っていきましょう。プログラム 2-1、 英単語やりました。そして本文もある程度 100% までいかなくていいから、ある程度いけるようになったかなと思ったらワークです。英語に関しては教科書先にやってからワークの方が、ワークがめちゃめちゃすんなりいきます。でそのプログラム2とプログラム3、重要な文法は大体決まってる。これをやるんだ、例えば現在進行形のとこなんだとか過去形のとこなんだって決まってるから、あとはその作り方を覚えればいい。現在進行形でこうやって作るんだっていうことを覚えちゃえば、その覚えた知識と教科書の本文の知識があればワークは解けるので、ぜひその順番で、あとはもう反復は必要だけどね、それをやっていけば英語は必ず取れますので、そういう感じでやってみてください。次は理科。理科のポイントはもう最初に話した全科目共通化すべてです。もうワークをここやるって決めたら、そこに書いてある教科書に載ってる大切な言葉をまず覚えるね、そこが最初です。覚えて、で単語、言葉を覚えるっていうのは、みんなはカードをゲットしたのと同じです。例えば被子植物のカードゲットとか、低気圧のポイントとかね、そのカードをゲットするんだけど、このカードをどうやって使うかを、それをワークで習得するの。言葉を覚えただけじゃどういう問題の出され方をするのかっていう実践に出てできないのね。なので言葉を覚えた後にワークをやることによって、さっき覚えたカードは、あ、こういう問題の時に使うんだっていうところに知識がつながる。これをあとは繰り返しやるだけで、授業プリントを結構使う先生も多いので、それも全く同じです。で教科書を覚えて、その上でプリントも反復していく。もうすごくシンプルだけど、これをやれば得点は必ず伸びていきます。ただ一つ注意してほしいことがあって、理科特有のものとして実験がありますよね。で実験は定期テストもそうだし、受験でも本当によく出てくるし、すごく大事なところなんです。ただですね、教科書、実験載ってます。載ってるんですけど、何がポイントだったのか、その実験を理解してる人はわかるんだけど、理科が苦手だって意識がある方とか、もうわかんないって思ってる方、読んだだけだとね、わからないんだよね。この実験では何を調べるためにやってるのか、何を準備するのか、実験の注意点は何なのかって、注意点とかよく出てくるからね。匂いを嗅くときは手で仰ぐように嗅かなきゃいけないとか結構出てきたりするわけよ。そういったところがピンとこないんよね。でそういう時はぜひ理科が得意な方のノートを借りるとか、ちょっと頼るだったり、その人を頼るのが難しい方は、教科書ガイドとか、それまであるんで、理科もね、あるので使うと、実験に関するポイントっていうのが分かりやすく載ってますので、ぜひその辺は使うようにしてください。そのぐらい実験、教科書だけだとね、クリアしにくいのよ、しにくい。なので使うようにしてもらえたらと思います。最後は社会。社会も理科とほぼ同じで、どれだけワーク、そして授業プリントをできるようになったか、もうそれが全てです。だからワークをとにかくできるようにしなきゃいけない。そのために、ここをやるために教科書を覚えていくっていう、その流れをぜひどんどんやっていってください。これは偏見かもしれないんですけど、社会の先生がね、一番授業を聞いてて、あ、ここ出そうとしてんなっていうのが分かりやすいです。やっぱ先生の中でも好きな時代とかさ、好きな単位の分野ってあるはずなので、あ、すげえここなんか押してくるなとか、詳しく説明してくれるなっていうところは
ちょっとねテストの時にもボリュームが多かったりする。だから授業を受けてる時に先生が熱を込めて話してるとことか、あんま教科書載ってないんだけどもこれ大事だから覚えとけよって言いながらこうね黒板板書を詳しく書いてるところとかはかなり出やすくなってるので、授業中に先生どこ出そうとしてんだろうなみたいな視点を持ちつつ授業を受ける、まあこれは全教科言えることなんですが、社会は特にそこをね重視すると後々ね楽ができますので、よかったら覚えておいてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。この活動をしているとですね、勉強関係の質問いろいろいただくわけです。例えば音楽聴きながらの勉強ってどうなのとか、夜と朝どっちの勉強がいいのみたいなね。でその一つに効率のいい勉強法を教えてくださいってあるわけです。これは講演会とかでもよくいただくんですけど、これは難しいな難しいんだよ。だって俺の見つけている効率の良さと A 君 B 君 C さんね、それぞれが見つけた効率の良さはきっと違うよね。共通することはもちろんあると思うけど、だから今から話すのは、まあ、俺が思ってることに過ぎないんですけど、効率の良さを見つける時の一個大事な考え方があって、こうじゃなきゃいけないっていうものを常に疑う、崩していくっていうのは一個みんな持っといてください。こうじゃなきゃいけないっていうものを疑おうって。例えば英単語の暗記、まあ、社会のね言葉の暗記でもいいです。書かなきゃいけないとか、勉強は勉強机に座ってやらなきゃいけないとか、あまりそこにとらわれると工夫にならないんですよ。もちろん試してみて失敗することもあるよ、あるけどね。だって英単語さ、いや書いた方が覚えやすいと思うよ。でも書かないで覚えられたら時間短縮できん？反復思いをよく言うけどさ、例えば反復って思い出すだけでも反復なのよ。で記憶定着しやすいから、それは勉強机にいなくてもできるよね。うん。お風呂入ってる時に、今日やった英単語なんだっけって思い出すだけでもできるよね。そうすることによって、隙間時間を使って効率よく暗記できるようになっていくわけです。だから、俺からこうじゃなきゃいけないってことは特に言えない。まあ、勉強本が話してるけどね。ね、こう話してはいるけども、常に疑いながら、それが創意工夫につながっていくので、そういうトライアンドエラーを繰り返しながら、みんな自身が自分流の勉強法、効率のいい勉強法を見つけていってもらえたらと思います。まあ、そのヒントになったらいいなと思って今回ね話をさせてもらったので、ぜひ参考になるところは参考にしてみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらも見てみてください。ではまた今週1週間もお互い頑張っていきましょう。テストの方頑張ってね。それじゃあまた来週お会いできたと思います。それじゃあまたね、バイバイ。